全然触れないのだが、この至近距離でなんで触れないの？別に触りたいなら、訓練以外ならいつでもいいと、思う。やるじゃないか、ブルーベルー。なんかそれ、もやっとする。と思う。バカな上に単純な主様よ。バカ正直に頭ばかり狙って、目線や動作のフェイクを入れないからそうなるのだ。相手は仮にも守備の究極系だぞ。ドッジボールでも毎度最後まで残るタイプのベルだぞ。もっと頭使え。なんか、バカにされた？と思う。さあ、よそ見しながら受け流すな。地味にショックだろうが。それだけ単純なのだ。読みやすいんだよ。主様のセクハラハンドは。お前が頭触れって言ったんだろ。勝手にセクハラしてるみたいに言うな。正直、天の栄戦の時も通常の攻撃は全部読まれて、能力で不意をついた攻撃だけでなんとか仕留めたって感じだったな。主様よ。確かにそうだけど。アラン戦はいわば主様の手の内は全部バレている上に基礎的なものは完璧に劣ってる。勝つためにはフェイントを駆使して相手の読みの一歩先に出なければ同じ土俵にすら立てないんだ。と言っても硬いディフェンスを破るのは一朝一夕とか、その場限りの一夜漬けでできることじゃない？と思う。貴重な手を使っても触れないなんて。主様なら 90% 来ると、分かってたと思う。特に分かりやすかったか。数時間で終わるか、これ？まずは挨拶だよ。来たな、正直言ってここまで来るとは思わなかった。ああ、今日しっかり超えていくから見とけよ。生意気な、口だけじゃねえことを見せろよ、今度はよ。当然、じゃなきゃこんなところにいないよ。あれ、後の動き良くなった。行動にワンテンポを挟まなくなったんだと、思う。みんな攻撃してから次の手を考えたり、状況を確認して思考する間があるんだけど、それがどうしても無駄だから攻撃からそのまま攻撃を出して無駄をなくしたら守る側としては、思考時間の余裕がなくなるから、途中から、隙が生まれてくる、と思う。私たちそれ、メリアちゃんから習ってちゃんと実践で使ってると思うんだけど、大事なのは、そこにコンマもかけてはならないってことなの。何十手、何百手、何千手と互いに連続で攻防を繰り返して、最終的に相手より遅れたら隙が生まれる、その認識が必要。だと思う。ここでワンテンポを得て、相手に余裕を与えた時点で相手も持ち直すから、自分よりも硬い相手は、持久力が何よりも必要だと、思う。うまいな、スピードで追い込もうとしても定期的に受けて時間稼ぎをしてくる。足で受け止めた、随分警戒してるな、アランさんは。天の栄隊長を倒せた以上、今大会でも攻撃力には定評がある。初戦の流れから分かったが、こいつはスピードと手数の多さで俺から隙を作って攻め崩そうとしてきた。なら俺はこうして競り合いをしている方が有利になるだろうよ。いらない仲じゃないんだ。たまには仲良く手を繋ぎながら話そうぜ、拳で。そうだよ、気持ち悪いなぁ。賢いな。いや、主様がやっぱり分かりやすいのか、しっかり読まれて相手の土俵に入れられたな。でも別にご主人の苦手分野ではないです。むしろ私や寝る相手にやってきてますので、得意な部類ですよ。至近距離の殴り合いは。あんたの望み通りにしてやるかよ。さすが、半年前ならもうあれで終わってたんだけどな。変わった、俺の根本支配を使った残存剣を。残存。こういうことだろ。こいつ、まさか。当てれないか、わざわざ根本支配を使えるアピールできると思ったのだがな。それにしてもやっぱりダメージを与えれていませんね、お互い。まあ、お互いまずは様子見、素の実力がどれほどか、それお互いに見ているが分かってきたな。主様はアランに攻撃力とスピードで勝っている、アランが攻めあぐねているのはそこにどうしても遅れが生まれるからだろうな。主様もおそらくそこに正気を感じて戦法を確立させたいのだろう。それに対するアランは守備力や対応力が上だな。主様の攻撃の方が強いのに一切ダメージが入らないのはアランの守備力と即座に対応する力が高いからだろうな。アランからすれば主様を下手に野放しにするよりしっかり抑え込んだ方がいいだろうな。これで互いの状況は理解した。あとは能力やオーラ、互いに最大限まで出した時、どう変わるか、見物だな。さすがだ、この半年で俺と対等に戦える力を身につけてた。死ぬほど努力したんだな、面白い。ここから本番だ、まず手始めに。根本支配パンチリバース。予選で見せた反射型の技だな、攻めじゃなくて守りを固めるなんてな。潰すよ、一つずつ。攻勢。パンチリバースを、くぐり抜けてきやがった。もう目の前だと、いくらなんでも早すぎるだろうが。どうな
なってる。俺の混沌を触れれば能力やオーラが乱れて正確な攻撃ができないはずだ。いや、アンチリバースもそうだ。それに加えて歪めた空間と法則で反射を可能にした技だ。それがなんで発動しないんだ。すごい。あのアラン君を一方的に。パト君、がっかりだろうな。あれが彼の混沌支配なら。だって、私が見てて拍子抜けだもん。全然扱えてない、私よりも。そういえばハクちゃんも混沌支配持ってたのよね。うん、私が混沌支配を使えるようになってから毎日パト君と特訓したんだよ。アランさん対策をしたいから。って。ダメだ、アランさんの混沌はこんなもんじゃない。もっと極めろ、メリアのところに一緒に行くぞ。考えても時間の無駄だ。パト君。悔しいだろ、ハクだって、俺たちは何もできずに負けたんだ。混沌について何もわかってないのに。まあ、いいか、で終わらせられるかよ。そうだね、私も悔しいから、パト君も混沌の法則ある程度完成させてね。私だけ求めるなら協力しないから。ああ、当然だ、毒を持って毒を制すだ、強くなるぞ、一緒に。私とパト君は一緒に混沌を克服したの。寝る間往診で二人でずっとメリアちゃんの教えられたことの意味を模索しながら。油断すんな。多分今アランさんはまだ俺を見定め終わってないんだ。半年前の誤差がそれを長引かせてるのだとしたら。前を取ったのか、半年前の力の差をイメージして警戒したんだろうな。まあ、確かに反撃の手はあったから距離を空けるのは正解だったけどな。だがどうする?あのスピードと攻撃力は俺の数段上、いくら守備と経験があってもそれ以上のもので来られたら意味をなさない?かといって、混沌は俺の想像以上に対策してきている。最悪全部後手に回ってても足も出ずに負けるぞ。スポーツでもよくある話だ。普段の実力は五分だったり、格上であっても対策をしてきたり、その場の策が異常に噛み合った結果、ストレートで完敗するという。プロの世界でもザラにあることだ。それだけその場の策や流れというのは恐ろしい。俺はそれを痛いほど知っている。せいぜい今は自分の流れが来てることに気持ちよくなってろ。真の強さはその流れに負けねえんだよ。それは耐えろ。そして打開策を見つけろ。このまま勢いのままいっていいのか。過去の冥界で調子に乗って失敗したこともあるし、正直少しトラウマなんだよな。またパト攻め悩んでる。うまくいきすぎるとすぐこうなるんだから。でも今はそれがいい感じにアランにとってフェイントになっているからいいけど、早く勝負つけないとアランもバカじゃないからすぐに持ち直すわね。さっさと攻めちゃえばいいんだよ。相手のことを考えすぎなんだよ、パトは。攻め続けてこないのが気持ち悪いな。明らかにあいつの流れなのに全然勢いに乗ってこねえな。何考えてやがる。ならそのまま流れもらうぞ。あくまで流れを譲らねえってことかよ。うまくいきすぎる。アランさんはこんなものじゃない。まだ俺を見計らってるのか。だとしたら手の内をまだ出すわけにもいかないよな。武器も手慣れてる。仲間に武器使いがいるのだから当然か。こいつ、俺の想像以上に隙がねえぞ。どこから攻めればいいんだ。それでこんなに小さくなっちゃったのねー。でもどうやって今後姿を隠すんですか。パト君、迷惑ばかりかけて申し訳ないんだけど、何かいい方法はない。ちょっと俺の中にいる子に聞いてみます。ゲール、次は姿を隠すフードと他人の認識から外す仮面だ。早急に作れ、簡単だろ。メリ、最近天使使いが荒すぎません。契約もしてないのにこんなに仕事をポンポンと。ああ、あと15分後にここを出るんだ。5分で作れ、あとダサいのは作るなよ。それは主様じきじきのお願いだ。今のうちに媚びを売っておかないと、契約した後可愛がってもらえないぞ。BL に負けるかもなぁ。あいつはあいつで十分役に立ってるしなぁ。なんか卑劣な。ゲールだったよね。はじめましてで悪いんだけど、お願いだよ。このままだとこの部屋にもいさせられないんだ。わかりました。とりあえず即興で作りますので、品質は保証しませんよ。とりあえずそのフードと仮面をつけておけば放火さんだってバレないから部屋の外では極力つけておいてください。本当何から何までごめんなさいね。もうすぐトーヤ兄さんとレイカ姉さんが来るからそこで方針を決めるわ。まあ、ダメなら僕のところで一緒にいたらいいですよ。目的が見つかるまでですけど。ほら、僕以外みんな女性だし、今回みたいに色々助けにもなるだろうし、放火さんのアシストはしますよ。本当ごめんねー。すっごい、自分の顔に完璧にフィットするのに、通気性いいし、視界も普通にいい。しかも身につけてる不愉快感もない。すごくいい。横から見たら変な人でしかないんだよな。なるほどなるほど。身につける時の姿を見た人には効果はないのね。これは最高の代物ね。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。